さあではメンバーを見ていきます。まずホームの栃木です。前節がスタメン9人変えたんですけれども、そこからは8人変えた。ですから、まあ、戻してきた形になります。ゴールキーパーが藤田です。3バック右から鈴木、グティエレス、大森、中盤4枚そこに西谷と佐藤翔が入って、右に黒崎、左に福森、前線はシャドウに八千田と十勝、最前線矢野、起床が入ります。一方の山形です。こちら前節から3人変えてきました。ゴールキーパーが後藤です。ディフェンスは4バック半田、山崎、野田、博樹、山田、拓海です。中盤4枚で藤田、小西がセンター、右に国分、左に河井、前線ですが少し下がり目の位置、山田コーター、最前線デラトーレという予想にしています。そこは前に出て鈴木がいい出足でした。そのまま外を回っていきます。中使って低いボールを入れる、ディフレクションがあって矢野起床、収めた。大外2枚いる、3人目も来た、ニアのヘディング、佐藤翔が飛び込んできました。まあ、全体でこう、ね、こう前に出足するとく、ね、プレーしてますからね、栃木の方もね、はい、あとですかね、このクロスから、まあ、いい流れではありましたよね。小西から縦、縦パス入って山田コーダー、広げた半田陸、中3枚、間藤田も来た、前を向く、戻しまで打っていった山田コーダー。まあ、山田選手がね、まあ、コントロールショットでありますけどね。小西が出てきた、逃げるボール、ヘディングだ、一本頭、デラトーレー、フリーを作って綺麗に頭で逆サイドネット、ドンピシャでしたよね。いいボールとね、いいヘディングシュート、デラトーレ選手、左足の精度の高いピンポイントからね、ここうまく合わせましたよね。これもう藤田選手はノーチャンスじゃないですかね、ゴールキーパーのね、はい、ここですよね、うまいタイミングでしっかりと合わせましたからね。いいボールで、いいボールでしたしね。中に流れていったが逆サイドを使っていく、うまく絞りました。さあ2射目は3人で囲んで乗った山田コーダー、中使った、小西左足、繋がっていった、デラトーレチャンスでしたがゴールの右、2点目はなりませんでした。いい守備からいい攻撃つながりましたよね。お、トカチ左に上がってきます。トカチが振っていきました。空いていましたので左足を振ります。まあ、シュート力がありますからね、トカチ選手ね。ただボールはこれ山形に変わります。山田縦に入れます。藤田が上がってきました。いいボール入ってきた、デラトーレ、デラトーレ、まあ、藤田選手が背後狙いましたよね、まあ、そこからボール受けて、まあ、絶妙な、ね、こうクロス入れましたけどね。前から仕掛ける、ここはモラチッタ狙った、引っ掛けた、取った、八千田が打つ、キーパーさん押し込んだ、矢野起床、ここは人数かけて追いつきました栃木。矢野起床2試合連続ゴール、見事なゴール、これで今シーズン3ゴール目。2時間のビルドアップではありましたけどね、ここからスタートして、まあ、矢野選手がしっかり限定して、これ後藤選手のコントロールが長くなったんですよね。まあ、そこをしっかりと引っ掛けた前八田選手の、これはシュートだと思いますけどね、これね、佐藤翔選手ですかね、こういってね、後藤選手がパンチングしたところのボールをね、しっかり詰め切りましたけどね。いや、裏取りましたよ。3人目、3人の関係性の中、デラトーレいる、デラトーレ、トーレだー、ミートしない、ドフリーでした。いやもうこれは本当にお願いしますっていうクロスでしたけどね。藤田選手が優しいボール入れて、ここ選手がしっかり前中見て、これですよね。キープしながら運んだ佐藤、藤田選手はダイナモですね、はい、おー下がった、一つ流れる動き、大外使っていった右足を振った、黒崎、イメージは分かりますけどね。
ルはオフェンスのファールになりました。山形ボール、お一本裏に出す、おっとラップがね大きくなったが、なんとか残ったが、いや後ろからファール、あーレッド、ここでそうですね、キアマウベ選手のところですかね、これ足裏ですね、完全にこれ足に行ったということで、これがレッドということになります。ここはゴールキーパーの藤田が、まあ、足の裏を見せたことによっての一発退場になる、で交代を終えてますので、ここでセンターフォワードの宮崎がゴールを守ります。次はゴール前にやりさせたくないですよね、はい、ラインはしっかり上げました。山形はもう放っていきます。藤本の頭こぼれていく、前に来た、裏に出す、押し込む、次の1点山形、1対2、まあこれシンプルに入れましたしね、ここから藤本選手とグティエレ選手が競って、このこぼれ、まあ、あそうですね、押せないですよね、はい、まあ、これよく反応しましたよね、ここから、まあ、難しいね角度から入ってきましたから、はい、もう紙一重でしっかり下がりましたね。これは大きいですね、ここでタイムアップの笛です。喜ぶ山形の選手たち、倒れ込む栃木の選手たち、栃木は1点守りきれませんでした。